どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。Apple Vision Pro の発表があったりとかね、ここ数年非常に盛り上がりを見せている VR、AR 業界なんですけども、今回はその中でも AR デバイス界隈でかなりね定評のある人気のブランドである XREAL さんの新製品、こちら XREAL Air 2 Pro っていう製品はですね、発売前に少し早くね試す機会をいただいたので、今日はねこれについて動画を撮っていこうかなというふうに思っています。ちょっとねこのままだと僕も見づらいので、一旦いつものメガネにね変えさせていただきます。はい、というわけでね、いつもの平岡なんですけども、今回ご紹介するこちら XREAL Air 2 Pro っていう製品ですね、これ11月17日に発売される AR デバイスなんですね。正直僕ね、こういったデバイス今まで全く使ったことがなくて、今回はですね、そんなほぼ初めて使う僕がですね、実際この XREAL Air 2 Pro を使ってみて感じたこととか、こういうシーンにはねこれ便利だなと思った点とかね、あとまあ使う上で少し気をつけなきゃいけないこととかもあったので、その辺についていろいろご紹介していこうかなというふうに思います。というわけで早速行ってみましょう。というわけでまずは最初にこの XREAL Air 2 Pro の基本的なスペックとか概要についてご紹介していこうと思います。というわけでこちらがですね、キャリングケースなんですけども、この中に製品入っていて、案外ねちっちゃくて軽いです。でこの中からデバイスを取り出して、一応ねこういったレンズを保護するようなカバーもあるので、これを外して使うような製品になります。で僕と同じくこういった製品ね、今まで触れてこなかったよって方も多いと思うんですけども、こちら見てわかる通りサングラスとかメガネ型の AR デバイスになっていて、このグラスをかけてデバイスを接続することによって、接続されたデバイスの映像がこのね自分の目の前視界に出力されるっていう風な製品になっております。でこのね XREAL Air 2 Pro ね、まず最初に僕本当に初心者なんで驚いたというか、あこれいいなと思ったのが、これね充電不要でバスパワーで使えるんですよ。接続するだけで接続先デバイスから電源も取ってきて動くことができると。なので本当にね接続するだけでさっと使えるのが個人的に非常に良かったなというふうに思います。まず最初にそこに驚きました。あとこういった AR とかのデバイスってなんかちょっと難しい設定とか必要なのかなと思ったんですけども、全然そんなことはなくてですね、まあ、そもそも充電もいらないし、ほぼ何の設定も不要でですね、この付属している USB-C ケーブル、こちらをこのねテンプルエンドのここに接続しますと。でもう一方の USB-C ケーブルをデバイスに接続します。例えば PC とか iPad とか、最近だったらこのね iPhone 15 Pro も USB Type-C なんで、これ接続するだけでもうこれでですね iPhone の映像をこっちに映すことができるんですね。めちゃめちゃ簡単に使えます。あと今はね有線で直接デバイスを接続してるんですけども、間にね XREAL Beam っていう専用のデバイスを使うと、ワイヤレスでもこちら映像を投影することができます。個人的にはこの有線ケーブルでさっと接続するだけで使えるっていうのが個人的には使いやすかったかなというふうに思います。というわけでこのねメガネ型の AR デバイスなんですけども、まず最初に驚いたのが今話した通り充電不要で接続するだけですぐ使えると。この思った以上に気軽に使えるって点は、まずですねこういったデバイス使ったことない方に強調したいなというふうに思いました。僕自身もかなり驚きましたね。であとはですね、やっぱり最新の iPhone が USB Type-C になったことによって、みんながいつも持ってる iPhone と組み合わせて使うのがやっぱりめちゃめちゃ便利なんですね。いつでもこのね AR デバイス XREAL Air 2 Pro が使える環境にあるってところがね、めちゃめちゃこれ使いやすくなってるなというふうに感じます。実際どういうシーンで利用したのかとか、使ってみてどうだったところはね後からご紹介しようと思います。そして実際に見える映像の品質どうなのかってところね、やっぱり気になると思うんですけども、これも個人的には全然満足だなというふうに思いました。解像度自体は 1920×1080 ピクセルで、明るさは最大502と、そしてリフレッシュレートも最大 120Hz まで出るんですね。これね映像作品とか動画を見るときにはもう十分すぎる解像度と明るさなんで、すごいね迫力があるなというふうに感じたし、 PC とか iPad に接続して何かね作業を行うときにこれを使うことも全然可能でした。解像度が十分あるので小さな字もね結構しっかり見えて、基本的な作業をする分にはこのね AR グラスかけながら作業しますってのでも全然問題ないなと思います。ただ一個だけね自分のちょっと想像と違ったなって思ったところを正直にお話しすると、これやっぱりあくまで VR じゃなくて AR ゴーグルなんですよ。なのでてっきりねこの視界全部にめちゃめちゃでっかい映像が映し出されるかなっていうふうに想像したんですけども、まあ、そもそもねこれサングラス型のデバイスであって、しかもそのサングラスの中の一部分に映像が出てくるよっていうふうな感じなんですね。なので、まあ、映像自体は十分大きいは大きいんですけども、その VR ゴーグルとかから想像するような視界全部がディスプレイですみたいな、そういう
う感じではなくて、あくまでねこの自分のサングラスの中の視界の中央のところにね大きめのウィンドウが表示されていると、まあ、こういう感覚なんで、まあ、そこはねちょっと VR とは違う点だけはねお伝えしておこうかなというふうに思いました。まあ、その一方でですね、後から話すんですけど、視界を全部覆わないからこそ日常使いしやすいって点は VR ではなく AR ならではの利点もあるかなというふうに感じています。音質も思ったほど悪くないなと思ったし、音漏れの方もですねこれスピーカーに指向性があるんでそこまでね気にすることはないのかなというふうに思いました。めっちゃ静寂空間とかあったらねちょっと気になっちゃうと思うんですけども、普通に BGM が流れているようなカフェだったら自分に聞こえるぐらいの音量だったら音漏れもね気にしなくていいかなというふうに思います。実際これヒデさんに協力してもらってどれぐらいで音漏れするかってやってもらったんですけども、これぐらいの距離だったら全然ね自分に聞こえるぐらいの音声だと音漏れしないよっていうふうなことだったんで、周囲の方に迷惑かけないような配慮ってのもされてるのかなと思います。あとはですね、この内側にセンサーがあるんで、自分がこのメガネかけてるときは自動的に音声がオンになって、外すと音声がオフになるんで、こういったところもね、結構気が利いてるなというふうに感じました。で、これ装着感のところなんですけども、重さがこれ 75g です。これね、普通のメガネよりは少し重いなって感じはするんですけども、他の AR デバイスだったりとか、全モデルから比べるとかなり軽量化されていて、あとですね、このテンプルエンドのこの素材、ここが結構ね、ぐにゃぐにゃ曲がる柔らかい素材になってるので、すごいフィット感がいいんですよね。なので装着感も悪くないなと思ったし、個人的には1時間半ぐらいね、ずっとつけ続けてても、特に苦痛になることはなかったんで、まあ、そういった点でもですね、まあ、実際これ個人差はあるんですけども、こうつけ心地の方もかなり考えられてるなというふうに思います。そしてこの X リアル Air 2 Pro ってね、フラッグシップモデルなんですけども、他にない機能っていうのが、エレクトロクロミック調光っていう機能があるんですよ。これ何かっていうと、このね、テンプルの部分に一つボタンがあって、これを押すことによってサングラスのこのね濃度ですね、濃度を3段階から調整することができるんですよ。 0% の時は本当にね薄いカラーグラスぐらいの見え方になって周囲がね全然よく見えるようになるんですよね。なので映像を見ながらでも周囲の様子を見ることができるし、例えばここにね映像を表示しながらちょっとねスマートフォンを操作するみたいなことも全然できるようになります。逆に調光を 100% にすると本当にね視界が真っ暗になって映画館で映像を見てるような没入感ってのが得られるんですね。さらに屋外でこの製品使う時も屋外って光が強いじゃないですか、まあ、そんな時に調光機能が弱いと映像がね鮮明に見えなかったりすると思うんですよ。そんな時に調光機能を強めにして周囲の光をね遮断しながら映像に集中するみたいな、そういった使い方もできて、これかなり面白いなというふうに思いました。別にこの AR デバイスだけに限った話ではなくて、普通のサングラスでもこういった調光機能、電子調光の機能があると1個のサングラスで濃度を変えてシーンに合わせてその、ね、調光加減を選べるってなったら、これね結構先進的だなと思ったんで、これもねぜひね試してみてほしいなというふうに思います。というわけでこういった製品ねまだあんまり知らないよとか使ったことないよって方も多いと思ったんで、ちょっとね詳しめに概要をご紹介したんですけども、ここからはじゃあ実際に使ってみてどうなのかってところですねお話していこうかなというふうに思います。今回主に2つのシーン、スマホに接続して映像コンテンツを見るっていう使い方と、パソコンとか iPad に接続して作業用のサブディスプレイとして使うやり方と2つ試してみました。1つずつご紹介していこうと思うんですけども、まずはこの iPhone と接続した時に映像を見ると、この使い方は多分一番このね X リアル Air 2 Pro と合ってる使い方だなというふうに思いました。特に今回僕は温浴施設に行ってね、そのリクライニングスペースみたいなとこあるじゃないですか、そこに寝転びながら iPhone に接続したこのね X リアル Air 2 Pro を使って仰向けで映像を見るみたいなことをしたんですけども、この使い方が一番良かったです。どうしてもね仰向けで映像を見るってこう iPhone を持ち続けないといけないし、下手したらね iPhone が落下して頭にぶつかるみたいなことって、まあ、経験したことある方も多いと思うんですけども、まあ、そういったことがなくてハンズフリーで目の前にめっちゃでかい映像を持ってこれると、これがめちゃめちゃ良かったなというふうに思います。あとは新幹線に乗る機会もあったのでそこで使ってみたりとか、今回ちょっと使えなかったんですけども飛行機の中で使うとかね、まあ、こういった座ってる状態とか寝転んでる状態で映像を大きく楽しむってとこではこのね AR デバイスってめっちゃ活躍するなというふうに思いました。むしろそういったシーンだとこのね AR デバイス以上の最適解ってないのかなと思うぐらいめちゃめちゃねぴったりハマってる用途だなというふうに思います。特に iPhone とかで映画見るのってどうしてもちょっと映像が小さくて没入感がないと思うんですよ。なんか周りの視界もねすごい入ってきちゃうし、あんまり映像に集中できないことが多かったって僕も
iPad とかパソコンとかでは映画見るんですけども、iPhone でなかなかね、映画見ようとか思わなかったんですね。ただこれを使えば、本当に映画館にいるような感覚で映像をね、大きな画面で周囲の視界をあえて遮って視聴することもできるんで、こういった使い方で iPhone で映像を見るっていうのは、これすごくおすすめだなというふうに思います。そしたら次、二つ目の使い方として、作業中のサブディスプレイとしてこのね、AR ディスプレイを使うっていうふうな話なんですけども、これもですね、思った以上に普通に使えるなというふうに思いました。結構しっかり解像度が高いので、細かな字もね、割と見やすいんですよ。なので、なんだろうな、こう、何万行もある Excel とかをね、操作するとか、そういう本当に細かい作業は、さすがにね、ディスプレイ見た方がいいかなと思うんですけども、その他のね、普通の作業だったら、このディスプレイは全然使えるなと思ったし、どっちかというと個人的には、作業効率化っていうよりも、作業が疲れづらくなるなっていう、そっちの恩恵が大きいなと思いました。結構ね、VR とかだったら、視界にウィンドウを3つも4つも配置して、マルチディスプレイどこでもできますみたいな、まあ、こういう使い方がよく提唱されると思うんですけども、この AR ディスプレイっていうのはあくまでね、そのウィンドウ1個この接続されている元のやつを大きく表示するだけなんで、めっちゃ効率化するかっていうとそうではないんですけども、その分ですね、こう姿勢がずっとね、いい姿勢を維持できるんですよ。外出先だとパソコンとか iPad とかって視線をどうしても下げなきゃいけないんで、ちょっと首とか肩が凝っちゃったりするんですよね。自宅の作業だったらモニターアームを使えば自分の視線の先にディスプレイ来るように調整してると思うんですよね、みんな物理的に。まあ、それがですね、こういった XDR AR2 Pro とか AR 型のグラスを使うと、どこ向いても自分の視線のまっすぐ先にディスプレイがあるんで、すっごい姿勢が良くなって、こうやってね、作業を続けることができるんですね。なのでいい姿勢で作業してる分疲れづらいし、肩とか凝りづらいしっていうところで、ここがメリットなのかなというふうに個人的には感じています。あとは持ち物の軽量化にも効くんじゃないかと思いました。これでどんなデバイスだろうと接続してしまえば同じ大きさでね、大きな画面で出力することができるんで、僕なんかよくね、 12.9 インチ iPad Pro を持ち出して作業するんですけども、まあ、こういったね、大きく表示できるデバイスがあれば、 12.9 インチ iPad Pro じゃなくて iPad mini を持ち出して、まあ、こういったね、 75g ぐらいのデバイスを持ち出せば荷物めっちゃ軽くなるなと思ったんで、まあ、出張の時とかね、そういったセットアップでいくのはありなのかなというふうに感じます。で、使用感ってところで言うと、やっぱりね、多くの人はこういった AR デバイスとかをね、かけながら、これちょっとこう人目を引いちゃうんじゃないかとか、抵抗ありそうだなって思う方もいらっしゃると思うんですよね。まあ、そこの問題どうなのかってところについて話をしようと思います。で、これ確かに普通のメガネとかサングラスよりも結構大きくて、あと横から見てもらうとちょっとね、自分の瞳とのギャップというか、ここの差がすごくあるんで、まあ、ちょっと存在感はあるんですよね、正直言って。ただこれをかけながらこうね、街を歩くとか人に会って話すとか、まあ、そういったデバイスではないと思うんですよ。例えばカフェで自分の席に座りながら作業をするとか、リクライニングスペースで横になりながらこれをかけるとか、新幹線で座りながらこれをかけて映像を見るとか、そういった利用シーンってあんまり人目って気にしないというか、別に人のことじろじろ見ないと思うんですよ。そういうところで使ってる分には、なんか本当に周りの人の目をね、釘付けにして離さないぐらいの違和感があるかっていうと、全然そんなことはないし、実際僕もカフェで使ったし、新幹線でも使ったし、リクライニングスペースでね、これをかけながらこうやって映像を見たんですけども、別にいい意味で誰も自分のことなんか見てないんで、まあ、そういった意味ではそこまで気にすることはないのかなというふうに感じました。そして最後にですね、ちょっとこれ購入する前に知っておいてほしいこととか、まあ、ちょっとした注意点っていうのをね、話をしようと思うんですけども、まあ、どうしてもこういった製品、これね、メガネ型デバイスなんで、僕みたいに普段からメガネをかけてる人は使えるのかっていうところがね、まあ、皆さん疑問に思うと思うんですよ。で、一応これメーカーさんが言うには、メガネの上からも使うことができますと、まあ、そういう製品なんですね。で、実際僕も試してみたんですけども、例えば今日みたいにちょっと細いフレームのメガネをかけてる場合は、まあ、使うことができました。このメガネの上からメガネをかけると、で、映像を見ることもできたんですけども、例えばですね、こういう細いものじゃなくて、こういうですね、ちょっと太めのセルフレーム、これ結構太いんですけども、こういったものをかけるとどうしてもね、この太いフレームが邪魔しちゃって、この XDR AR2 Pro をかけることができないんですよね。なんで使うメガネによってはちょっと注意が必要かなというふうに思いました。あと細いフレームであっても、どうしてもメガネの上からメガネをかけなきゃいけないんで、ちょっと重さが気になったりとか、かけ心地がいいとは言えないんですよね。なのでメガネユーザーの方はぜひですね、これちょっとオプション料金かかっちゃうんですけども、この本体の中に自分の視力に合ったレンズを入れることができる、そういうオプションサービスあるんですね。まあ、これを使えば
メガネを外した状態でも全然ね自分の視力に合ったものをねこうやってかけて映像を見ることができるんで、このメガネユーザーの方とかねあんまり視力良くない方はこのオプションでレンズを入れていただく方が快適に使えるのかなというふうに思いました。まあ、理想を言うとですね、もし次回モデルとかがあればミラーレスカメラとかってその自分のファインダーを覗くときに視力に合わせた視度調整ダイヤルとかあると思うんですよね。まあ、そういったものがこのね X リアルエアーにも加われば、自分が裸眼の状態でもこっちでねちょっと見え方を調整してメガネなしで見ることができると、まあ、こういう機能があるとよりメガネユーザーの方にとっては使いやすくなるのかなというふうに思いました。はい、というわけでこんな感じでね、初めて僕が X リアル Air 2 Pro を使った感想をいろいろお話してきたんですけども、まあ、正直まだまだこういったものってニッチなジャンルだと思うんですよね。ちょっとまだハードルが高いというかなんですけども、実際使ってみた感想としてはやっぱりね iPhone が USB Type-C 化したってこともあってめちゃめちゃ気軽に使えて面白いデバイスかなというふうに思いました。これが VR ヘッドセットとかになるとまたね結構充電とかケーブルの問題とかが出てきたりとか、さすがにこれ被りながらカフェで作業はできないだろうみたいな、そういう新しい問題が出てきてまたハードル1個上がっちゃうと思うんですけども、こういった AR のメガネ型のデバイスだからこそ持ち出すのも簡単だしね、接続1本ですぐに使うことができて、あといい意味で没入感がないんですよね。ちゃんと周囲の状況も見ながら自分の映像も楽しむことができるんで、そういった意味では日常の中でより活躍しやすいのは現状こういった AR 型のメガネデバイスなのかなというふうに感じます。まあ、まとめるとですね、 VR って今のところ自宅で使うことがメインとされているようなデバイスかなというふうに思ってるんですけども、逆に AR っていうのは移動が多い人とか自分の自宅デスクじゃなくて外で作業する方とかね、そういった外出が多い方にはすごくぴったりな製品だなというふうに思います。このキャリングケースに入って 100g とかちょっとでね持ち運ぶことができるんで、個人的にはこれからもですね帰省するときとか、あと旅行行くときに飛行機の中とかで使いたいなと思ったんで、そういった意味では活躍するシーンが明確に見出せる製品だなというふうに思ったんで、これねとてもいいなと思いました。まあ、何にせよねこういった製品で実際体験してみないとこういいところとかね分かんないと思うんで、ぜひねこう家電量販店とか販売店に行ってこうどんな感じで見えるのかなっていうのをね試していただければ、意外と気軽に使えるし意外とね映像も綺麗だしってところで魅力に気づいてもらえるんじゃないかなというふうに思いました。というわけで今回の動画はここまでです。今日の動画少しでも面白かったよとか参考になったよと思った方は動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。